皆さんこんにちは、なるほどおてんです。今日もスーパーブレインで遊んできます。さあまた61ステージからなんですけど、モグラたぬきになってるんですけど、なんでしょうね。さっきあれですよね、前回さっき こちらですよね。枕にはいくつシミがあるでしょうと。シミは 1,2,3,4,5,6,7,8 個ですか。8個か、これそもそも枕じゃありませんでしたっていうオチだと考えますと0個、そうではない、拡大できるんですね。シミが多い。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ここに3つありますよね、シミ。他ないですよね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ですか。おー、正解ですね。どう小さかろうとシミはシミなのですみたいな。さあではここは毎度おなじみのあれですね、穴を手指で塞ぎながら叩くと。さあ62ステージエレベーターで降りたいのですがと。じゃあまず開けますか。開かない。お、これ動きますね。これは動かない。あ、降りたい。あ、降りたい。長押し？長押しでもないですね。エレベーター。長押しますか。違いますか。逆さま。違いますね。スマホ振っても関係ない。拡大するわけでもなさそうですね。なんか怪しいですよね。これ全部動くんですけど、たまになんかちゃんと一点だけ押しながらなんかすると動いたりしますよね。前のボクシングのグローブですよね。いやー、これわかんないですね。なんですかね、押し方が違うとかそういうわけじゃない。ちょっとヒント見てみます。あれ、ひっくり返しましたけどね。スマホをひっくり返せば上ボタンが下ボタンになりますと。ああ、ひっくり返した状態で押さないといけなかったんですね。なるほど。では63ステージ蝋人形を探してくださいと。動かせますけど、まあ左右に振っても逆さまにして、あ、なんか振ったらあれですか、こちら、あれ違う、あ、ちゃんと振らないと、何回も振らないといけないと。振るパターンも多いですね。フルポテトみたいな、フルフルポテト美味しいですね。この蝋人形は本物そっくりですねと。いや、もしかしたら右の方も蝋人形だったかもしれませんけど。さあ64ステージ何頭牛がいるでしょうと。一頭でも人参、2頭でもサンダルと、たくさん出てきた。2,4,6,7,7頭。2,4,6,7、何頭牛がいるでしょう。あ、もうお茶目さんなんだから、ちょっとたくさん、この決定ボタンもなんか逆になんか、7,2,8,9,10,11 ですか。11頭と。いたずらな牛さんたちですねと。いや、多分問題書かれてる方がいたずらなんで。65ステージ上、下の画像にはいくつの顔があるでしょうと。あー、なんか全てが顔に見えちゃうパターン、なんて言うんですっけ。1,2,3,4,5,6,7,7。私には7に見えます。あー、 8？ 微妙な顔も数えた方がいいんですかね。8、あれ8じゃない。あ、左下の鼻があるから9ってことですか。あれ、もう10 10、なるほど。点、ヒント答え出てる。
ヒントというか、え、5と6、顔、まあ顔と言われたら顔に見えなくもないですけど、そう、9番がちょっと悩んだんですよね、顔かなと。10番は 目がある、目と鼻は分かったんですけど、あ、まあ確かに5と6はあれですね、左向いてる顔だったら顔なんですね。11番に至ってはよく分かんないと。ということで、正解は12個ですね。え、どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、え、どっかに13書いてました。さあ、13個ということです。あれですね、動画見直してください。天才です、ジーニアス。66ステージ、服にいくつ穴が開いているか教えてくださいと。これはクリックパターンでもないですか。振ってもダメ、逆さまにしてもダメ、こすってもダメですか。これはあれですか、3つじゃなくて、もしかしたら首とか手を通すとこも穴だと開いてますよねみたいな、そういうことでしょきっと。で、ポケットも 穴なんでしょきっと。8ですか、答え。 OK です。いやー嬉しい、頭いいですねと、ジーニアス。ではですね、67ステージ、新鮮な魚を1匹買ってくださいと。死んじゃった魚、新鮮な魚でも10ドルしかないと。じゃあこの魚1匹買っていく、半分に分けるとかダメですか、生き返らせるとか。これで死んでる魚買って買えないと。え、どういうこと、振ってなんか毎回大変ですね。あ、これもしかして動くパターンですか、振ったらもうすぐ死ぬ魚。でも新鮮ではないですけど、いいんですか、魚はもうすぐ死んでしまいますが、新鮮って言うんですかね、斬新ですね。さあ、68ステージ、小さい順にフルーツをクリックしてくださいと。ちょっと待ってくださいね、フルーツ、スイカは野菜、人参も野菜、いちごはリンゴ、こう、あれ、これで正解なんでは、え、ということ1,2,3,4 違いますよね、1,2,3、あ、スイカフルーツなんですね、人参はフルーツじゃないというか、そもそもスイカはフルーツでよかったんですね。さあ、69ステージ、残り2問ですね。魚釣りを手伝ってください、手伝ってくださいシリーズ。このバケツを使ってダメ。はい、ん、揺らすか、逆さまにしてもダメですか。まあ、まず餌、おお、お、お、あ、入った、負けずに。ああ、なるほど。水をずらして、こうすると、持ってこれるんですね。これはチートですと。チートさん、美味しいですね、お菓子の。さあ、レベル1の70ステージ、ラストですね。ワンちゃんの差し出した足をよく見てください。何に似てますかと。前足？え、何に似てますか？まあ、何にでも似てるんじゃないですかね。これ足ですか？これ手なんですかね？足なんですかね？まあ、普通に似てるのはこの、違う。何ですか？何ですか？なんか重ねるんですかね？あげる？食べる？食べない。何ですかね？このピンクいの。じゃあちょっと振りますか。なんかもう最近振ってスマホを逆さまにするのも慣れてきましたけど。
何ですかね。ワンちゃんの差し出した足をよく見てください。何に似てますかと。まあ、どう見ても、これですか？何かあるんですかね。足。わからない。これがなんで2つあるかもなんか関係あるんですかね。重ねる、違いますね。これでもしかして作るとかですか。足をだから目と鼻と口でワオーみたいな。あ、できましたね。違うと、やっぱり違いますか。じゃあヒント見ましょう。ワンちゃんが差し出したのは右足に一番よく似合ってるのは左足に似合ってますと。ああ、そういうことですか。左足より右足に似てるものだとありませんと。ああ、なるほど、してやられましたね。さあ、ではですね、今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。